カウテレビがお届けします社長室101。今回は福岡市東区前田市に来ています。今日お尋ねしている会社はですね、フォークリフトをですね扱っていらっしゃる会社です。会社名福岡小松フォークリフト株式会社とおっしゃいまして、小松製作所というですね、日本最大手の建設機械メーカーのフォークリフト部門をですね、全国でいろんな地域の有の企業さんと小松さんがタッグを組んで販売も展開しているんですが、その福岡においてはですね、西鉄さんとこの小松製作所が共同出資で作った会社がこの福岡小松フォークリフトでございます。この全国9カ所あるオーナー会社の中で最大の売上利益を誇っていらっしゃる、そういう会社を作っていらっしゃいます。その7代目の社長、藤田康秀社長にですね、今日はこの会社の強さの秘密、またこの藤田社長がですね、西鉄という大きな会社の中のですね、非常にユニークなニモカですとかソラリアですとか、あるいは人事情報系の会社、そのあたりの社長を歴任して来られてますので、そのあたりのですね、得てきた人生の哲学などについても伺いたいと思います。ご紹介させていただきます。藤田社長です。今日はどうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。この福岡小松フォークリフト株式会社というですね、この会社というのはその小松さんという、言ったら建機の会社と西鉄さんの合弁で作られている会社だと伺いました。はい、この会社の概要、どういう出資比率だったりだとかですね、業務内容はどんなものなのか、社員数の数はどれくらいで、どの辺までエリアを持っていらっしゃるのか、このあたりをぜひ聞かせていただいてよろしいでしょうか。はい、まず創立が1970年、うん、大阪万博がちょうどあった年ですね。はい、今年50周年そうでございます。1970年当時、小松さんもこのリフト含めて、広げていこうと、全国展開していこうという中で、地元の有力な、会社さんとタッグを組んでやっていこうという形の中で、九州ではうちと大分で、これは大分は大分交通さんが親会社なんですけども、実際、そういうふうな形で進めていくような形になりましたですね。福岡では西鉄さんと組もうという、もうこのバスであり電鉄会社の、もう言ったらもう地元の有の企業さんとタッグを組んだと。当時はまだ小松さんがリフトの中では業界ナンバーワンだったんですね。で、次にトヨタ自動車機さんがされた、今 L&F ってありますけど、こちらがほぼ同じぐらいで来られてたんですけども、で実はL&F さんも昭和バスさんが親会社でございまして、こちらの九州のフィールドでされてあると。で、私どもの名前があるように福岡小松フォークリフトですから、福岡県下を中心にですね、やってますけれども、あと鳥栖、これも佐賀県の一部ですけれども、あと日田、これ大分県の一部ですけれども、そういったところもやってると。そういうふうな形で、業用としては、ここに本社がありますけれども、あと、北九州支店、それから久留米支店、で営業所としては3カ所ございまして、新文字の営業所、それから飯塚営業所、それから大川営業所といったところで、6拠点、そうですね、社員数は全部で112名ぐらいで行っている会社ですね。どれくらいの商いというんでしょうか。年商はですね、大体35億ぐらいですね。商売の内容としてはこのフォークリフトというこの一本に絞って営業されているってことなんですか。ですね、フォークリフト自体が実はですね、なかなか状況的には、業界自体はですね、右肩上がりで伸びてはいるんですけれども、小松自体のウエイトっていうのは非常にシェア率がですね、非常に低いんで、具体的に申しますと、トヨタさんが圧倒的に 50% 近くのシェアを握られて、九州における全国の、全国もそうですし、九州も大体そうですね、 50% ぐらい、三菱ロジネクストっていう会社ですね。ロジスネクストですね。そこは業界2位、そこは業界2位ですね。で、ダントツ3位はうちですけど、あとその後に住友さんと、シェア率っていうと、福岡でいうとですね、48% ぐらいがトヨタさん、で三菱さんが 35%、 うちが 11%、 あと残りが住友さんとぐらいですね。なるほど、そういう業界勢力図の中で、そのフォークリフトを
販売とレンタルという事業を大きくこう、そうですね、販売レンタルもありますけど、あと周辺の物流機器ですね、の販売、はい、であともう一つの大きな柱としてはそれをメンテナンスする、まあ、サービス部隊がいるんで、まあ、こちらの方がまあ中心で、まあ、営業とサービスっていうのがまあ2つの大きなうちの柱ですね、はい、なるほど。私としては第3の柱を作りたいんで、はい、まあ、物流事業をもう少し伸ばしていきたいと思いますし、まあ、物流の総合商社みたいなのを目指していきたいというのは夢ではありますけど。なるほど。福岡小松フォークリフトさんの他社との違い、差別性というんでしょうか、どういう特徴が、商品であったり人であったり技術であったり、まあ、いろいろでしょうけど、どういう特徴があるのか教えていただいてよろしいですか。そうですね、あの小松さん自体は商品は自信を持ってお勧めします、うん、ただその分高い部分もあります、うん、でトヨタさん、それから三菱さんも当然優秀な機器を作ってありますけれども、うん、価格差においてはうちが、多少高い位置づけにあるんで、これ業界の方は皆さんご存知なんですけれども、ですからそういったところについては、少し、価格をですね、下げたいという気持ちがありますが、まあ、小松サイドの方針として、まあ、価格はある程度値引きは認めるけどそれ以上は下げるなという暗黙の了解みたいなのもございまして、まあ、我々としては、まあ、愚直にそれを守りながらやっていかなきゃいけない、で高い商品を売るからには、その高い商品を売れるような仕組み立てが必要なんですけど、それはあの営業力であったりとか、最後のサービスメンテナンス部門の技術力であったりとか、まあそういったものは予想様に比べると私は優れていると思っておりますので、まあそれでなんとかかろうじてあの売り上げも順調に伸ばしているといったところがあると思います。同業他社に比べてその商品価格がちょっと高いけれども、それでも 11% のシェアを持っているっていうことはちゃんとお客様から、認められて買われている、支持されている、支持されているということですよね。ですからあのコアなお客様を大切にしながらも、新規のお客様を当然増やしていきたいので、なるほど。でそういう方々をどうやって増やしていくかと、はい、いうことを今考えているところでございます。なるほど。技術的なものとか人材的なものの特徴はどういう特徴があるんでしょうか。まあ、技術的っていうのはですね、実はあの GPS が機器についてまして、でバッテリー車についてはすごく前から研究されて FE っていうんですけども、でその機械についてはですね、すごくあの評判もいいです。でこれをまあ中心に売り出していきたいなと。でこの FH シリーズ、この機体自体っていうのはこれはですね、またあの別の意味でこれはエンジン車ですけれども、あの優れているところがございまして、バッテリー車とエンジン車と2種類あるわけですか。そうですね、はい、ディーゼル車はもうやめましたので、他社はまだありますけれども我が社はもうないんですね。なるほど。でこの 2つを特徴機って言ってるんですが、はい、これを中心に売り込んでいこうと。だ油圧駆動でこれ動きますんで、はい、これがあのよそと比べてですね、力強さなりは抜きに出てると思ってます。なるほど。フォークリフトというとなんかこう小さくて一人乗りでこうなんかあの工場の中でくるくる回りながら動き回ってるっていうようなものが私パッと思いつくんですけど、これ結構大掛かりなものなんですね。そうですね、あのこれの機体の他にですね、もっと大きな機体もございまして、はい、はい、そうですね、この大きなコンテナを動かすこの車も相当大きいわけですね、はい、これはリーチスタッカーっていうんですけど、日本製ではないんですね、はい、で、まあ、外国製なんですけども、はい、まあ、そういったのを小松で小松さんが輸入して、はい、でそれをうちが販売しているという形ですね。なるほど。サービスの特徴としてはどういうものがあるんでしょうか。法令で決まってまして、年次点検と月次点検というのをやらなきゃいけないんですね。でフォークリフトの部分はもともと軍用関係からスタートしてますので、はい、なかなかこう機密性の高いということで、そういうふうなのをメンテするということもありまして、まあ、国が制度を決めて、はい、特定、その自主検査というのと、まあ、月次検査というのを常にやっているような状況ですね。なるほど、はい、そこには何か福岡小松フォークリフトさんならではの技術というよりも、もう国として統一された技術ということなんですか。そうですね、メンテナンス項目が当然ありますから、それをするのと、あとはまあうちの方としてまあそれ以上 の, その価値サービスをですね、どういうふうにつけていくかというのを今まだまさにやってるところなんですよね。その中でなぜこの小松さんのフォークリフトがちょっと同業他社よりも価格が高いのに選ばれているのかというのは、藤田社長はどのように分析していらっしゃるでしょうか。
それはですね、うん、やはりその社員、特に営業マンとかサービスマンの、うん、まあ、人間性というか、うん、信頼度があるということだろうと思います、うん、その一言に尽きると思ってますけど、うん、